答えが見つかる子育てのヒント。こんにちは、スタジオアップルシーニの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこちらですね。テストの必要性です。テスト。でここ2006年 の、 あの研究結果から今日はお話ししたいと思うんですが、2つのグループに分けてですね、このテストの必要性っていう効果を実証しております。1つ目は学習をやって、その後もう1回同じ学習をしたグループで、もう1つは学習をやってテストをやったグループ。この2つの記憶の率というか記憶の確率パーセンテージをこの後もう1回テストをやって測ったんですね。この1番2番、まあ、学習とテストをやった5分後では実は1番対2番っていうのは学習と学習やった方が 81%、テストをやった方が 75% だったんで、学習をやった方があの確率高かったんですね。ただし2日後になると逆転します。学習のグループは 54% の代わり、学習とテストをした方は 68% って記憶の定着率がすごく良かったんですよ。でさらにこの形をやったら1週間後やったらですね、 42% 対 56% って言って、とてもテストに効果があった。これ何かっていうと、まあ、ワーキングメモリーって言われるんですが、インプットした後自分なりにアウトプットした方が記憶は定着しやすいんです。だからこのテストっていうのもですね、やり方によってはすごく意味があることというのをぜひ覚えていただければと思います。本日はテストの重要性お話ししました。ありがとうございました。メルマガ好評配信中。あなたの知りたいがきっとそこにはあります。メルマガのみのご希望の方は LINE ID を検索してください。速聴音声もご希望の方はメルマガ登録へどうぞ。